命よりお酒ですかとポスターありますが、こちら高校生が作ったものです。粕屋町で高校生2人が死亡した飲酒運転事故から来月で10年です。若い世代が飲酒運転の恐ろしさを考え伝えていきます。まだお酒も飲まない、車も運転しない子どもたちに飲酒運転をテーマにですね、考えてもらうのは本当に大変だったと思うんですけど。こう語るのは山本美也子さん。2011年2月9日、16歳だった長男の寛太さんを飲酒運転による事故で亡くしました。来月で10年、寛太さんと同じ高校生に重大な事故に直結する飲酒運転について考えてもらいたいと、粕屋警察署が今回ポスターのコンクールを企画しました。若い世代の皆さんにですね、飲酒運転はダメよという、大人の取り組みだけじゃなくてですね、子どもたちにも一緒に取り組んでいただけることはもうすごく嬉しくてですね、感動しました。今回のコンクールには、寛太さんが通っていた博多高校や粕屋署管内の高校から38作品の応募がありました。きっかけのポスターからお酒を学ぶ、家を見回してみる、地域を見回してみるっていうのがですね、私は大事だろうと思います。免許を取る前から飲酒運転はダメなんだっていうことを知って大人になっていくということが私は一番大事だと思ってますので。